コーディングします。なんとの、このラジオ、しらんと。お昼1時を回りました。なんとの、このラジオ、しらんとの時間です。MC は、愛知県在住 FM 技能アンリスナー。毎年、会社の敬老会で、なぜか司会を任されているラントです。今日も番組を始めていきます。今日の私のお相手はこの方です。はい。天に願うとかけまして、天眼こと、アッキーラです。ケラさんお願いします。はい。あれ、なんか、ランツさん、声が若干遠い気がするのは私だけでしょうか。あ、あら、あらら。さあ、普通ですか？そちらのマイクは普通ですか？ランツさん。普通あ、です。普通聞こえですますか？か？ははい。い。あら。もう一回やり直しますか？いや、声は大丈夫。入ってるんですけど、ちょっと大若干遠い気がしたので、OK です。丈夫。はい。仕切り直していきまはい。す。はい。この番組は、ひの、ん？この番組は、宜野湾ヒルズ通りにある FM 宜野湾の放送局と、愛知をズームで結んで配信しています。この後1時半まで、どうぞ皆さんお付き合いください。8月20日、皆さん、夏の暑い時期ですが、いかがお過ごしですか？お久しぶりです。ラントです。今日もラジオやっていきたいと思います。アキラさん、今日もよろしくお願いします。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 実はですね、うん。タブレットの充電をし忘れてて、充危電をない。今してるんですけど、充電器の線がこんなもん短いもんなので、ちょっと、まあ、右手に充電をしながらちょっとやってるので、いつそう。もより目線が落ち着かないと思うのですいません。なんとですね、今、タブレット8%の状態でお届けしたいと思います。はい。8%でお届けしましょ8%でお届けう。します。はい。じゃあ、番組をね、サクサク進めていきたいと思います。いつもケツカッチンになってしまうので。はい。この番組では皆さんからメッセージを募集しています。メールアドレスは rant.radio@gmail.com。rant.radio@gmail.com。この番組専用のメールアドレスとなっています。またこの番組は YouTube でご覧いただけます。FM 技能ワンのホームページから番組を見ることができますのでご覧ください。また、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合は、アプリリスラジ、またはマイチューナラジオを携帯の方にダウンロードしてお聞きください。それでは、ここで一曲お届けします。今年、南春夫さんが生誕100年の記念の CD、東京力車。握手をしよう。世界の国からこんにちは。
お届けした曲はこちら、東京力車、握手をしよう、世界の国からこんにちはでした。はい、これですね。今年、南春夫さんが生誕100年で、この東京力車というユニットさんが歌った、私の大好きな歌です。はい。じゃあ、それでは次のコーナー参ります。ラントーク。イエーイ、イエイイエイ。はい。今日のテーマは、あなたの好きなテーマパークは何ですか？というテーマでお届けしたいと思います。早速、ちょっとメールが一通来てるので、紹介したいと思います。あ、ちょっと、なんか、メールを閉じてしまいました。はい。じゃあ、この方です。沖縄大好きさんからメールをいただきました。いつもありがとうおお。ございます。大好き沖さ縄、ん、うん。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、あなたの好きなテーマパーク。中学校の修学旅行に行った三井グリーンランド。僕が行った熊本の三井グリーンランドには、入り口に入ると杉浦太陽さんが演じたウルトラマンコスモスの像が建てられていました。いろいろなアトラクションもあって楽しめました。その中には病棟をモチーフにしたお化け屋敷もありました。ろうそくを持って恐怖度を測定するのですが、お化け屋敷の中はとにかく怖くて、同級生の制服をつかみながら歩いていたのを思い出しました。それから一度でいいからディズニーランドと USJ には行きたいですね。というお便りをいただきました。はい。アキエラさんは好きなはい。テーマパークありますか？テーマパーク。でもやっぱり、USJ はい。かな？そうですね。私もディズニーランドも USJ も行ったことはあります。USJ は、今日、ハロウィーンの時に行きました。ゾンビに会いたすぎて、ちょっと夜勤明けの体に鞭を打って行きました。ゾンビがたくさんいて、ハロウィーンの時期は楽しめるのでおすすめです。そうですね。だからなんかイベントがあると、なんかすごいテーマパークって華やかになるので、すごいワクワクするんですが、そのイベントがない時のテーマパーク、楽しみ方なんてありますか？あるんですか？ランドはい。あさん。ります。お、あります。なんでしとょうにかか？く、アトラクションとかをたくさん乗ります。自分は。お、空い特てに、る。はい。ディズニーランドはですね、ディズニーランドも USJ もそうなんですけど、ちょっとお一人様で行くと、シングルライダーという、ちょっと特殊な乗り方ができるんですね。何ですか、ご存知ですか？シングルライヤー。合ってま例えす？ば、アトラクションによっては4人掛けですとか、3人掛けですってあるんですね。で、例えば、2人で行きます。でも、3人掛けなので、1つ空くじゃないですか。そこに、お一人様の人が乗れるっていうのがあるんですね。まあ、気まずくないですか、これ。私、USJ でもディズニーシーなんですけど、もうこのシングルライダーという特殊なものがありますので、まあ、私はそれを使って乗り物をよく乗ってました、USJ も。ディズニーすごい。じゃあ、アトラクションによっては、どんどん乗れちゃうという率が高くなるわけですね。そうですね。私はランド、ディズニーランドよりディズニーシーの方が大好きなので、よくディズニーシーには行くんですけど、ディズニーシーの、レイジングスピリッツっていうジェットコースターで1回転するジェットコースターがあるんですけど、それをよくシングルライダーで乗ってました。いや、絶叫系があるんですね。
あります。ジェットコースターで1回転、ランドさん。ディズニーシーとディズニーランドの違いってやっぱ乗り物がもちろん違ったりすると思うんですが、大きく分けると何ですか、大人のなんか遊園地みたいな感じですか？ディズニーシーはお酒が飲めるんです、中で。ほう。ディズニーで、ランドは？まあ、飲めないんですね。子供の、まあ、子供をメインにしてるものなので、お酒が飲めないんですけど、シーは普通にレストランとかで、カクテルとかが売ってたりする大人のテーマパークです、ちょっと。ああ、おしゃれですなあと、乗り物も結構、今、映画でやってるインディ・ジョーンズとか、ー。はい。あとは、アラジンのお。テーマパークとかはい。あったりとかしたりするんですね。なので、ちょっと子供さんが乗る乗り物とかだったら、ディズニーランドの方をおすすめします。そういうことか。ちょっと激しい目とか、ちょっと、まあ、乗りたいよっていうなら、ディズニーシーにおすすめです。ちょっとね、おしゃれ、お酒も飲めて、はなんい。か乗り物も乗れてっていう、ああ、でも、なかなかあれよね、飲みながら、なんだろう、アトラクション乗るって、なかなか余計、なんか回りそうですよね、お酒が。そうですね。でも私はお酒が飲めないので、あんああ、まり。一緒です。ね、その分、海水を飲もうかなと思ってます。ディズニーシーの。ディズニーシーの。ディズニーシーの海水飲むくだりはちょっと流あしてくだされ、おかしいな。いつものラントさんっぽくないな、これは。い。対応をちょっと今回から変えようと思い なます。んでですか？ ちどうなしたみんにでですか？ね、はい。愛知県、うん。テーマパークは何があるのかなって思って、ちょっと考えたんですけど、はちょっとね、愛知県はいっぱいあります。いはい。え、例えば、モンキーパーク。モンキーパこれはーク。ですね、はいはい。犬山にあるモンキーパーク。モンキーといえば、まあ、お猿さんがいるというイメージがあるんですけど、これ遊園地もあるんですね。遊園地と、その、お猿さんがいっぱいいるところ。私も、私は行ったことはないんですけど、はい。モンキーパークは結構楽しいです。お、でもラン見さんたり。まだ行ったことないということは、今度行ってみたいですね、モンキーパーク。そうですね。ね。岡本太郎さんの、はい。万博に、うんうんうん。万博記念公園にある太陽の塔ってあると思うんですけど、はい。この愛知県犬山の日本モンキーパークには、若い太陽の塔という岡本太郎さんの作品が、あるんです。若いということ、じゃあちょっとちょっと大小ぶ阪りの、で。ね、そうだよね、大阪のやつよりは小さめ。があったうん。り、ワオキツネザルとかが見れたりするので、私い。はモンキーパークが大好きなんですけど、行ったことはありません。なんなのと。で、行こうと思います。今はですね、夏の時期なので、プールもあるので、モンキーパークは愛知に来たときはおすすめです。お猿さんも見れて、プールもできて。できて、じゃあ最後はその食べ物とか、ラントさんなんかおすすめな、そのなんだろう、モンキーパークでお土産とか、なんかそういうのも今度調べておきたいですね。そうですね。あとはでそすね、う、うん。1日で世界旅行ができちゃうリトルワールド。え、どういうことですか？一日で？一日でうん。各世界の、家があるんですね。あ、民族の家が。そはれい。を見て回れるリトルワールドという、日本は沖縄の家もあります。お、俗沖に縄。沖縄独特なの、あれですね、瓦屋。そうです。お。なので、世界一周旅行をしなくても、一日で一周旅行ができるというリトルワールド。よあとはし。ですね、はい。明治村。は明治村。い。実際に明治時代に
建てられていた建物を一度解体して復元したっていうのが明治村で、本当に明治時代の建物が今も現存しているところで、私もとても大好きで、昔年パスを持っていて、よく行ってたところで。結構行ってるんですね、ランツさん。年パでスっても、ことは、年結構、間パスポートです。そう、月に結構行きました。仕事が休みの日は毎回行ってました。そうお。れぐらい行ってました。それが明治村。実際住所というか、そこら、大体どこの近くとかってわかりますか？犬山市、愛知県の犬山市っていうところ。愛リ知ト県の、ルワールド、モンキーパーク、明治村はみんな愛知県犬山市にあります。犬山市に固まっているんですか？ちょっと位置的にはみんな離れてるんですけけど、ど、愛知県犬山市にあります。おー、すごい。ぜひ行きたい。犬あ山市。と、愛知県外にはなってしまうんですけど、先週の放送でもちらっと言った長島スパーランドですね。長島スパーランド。おお、画面か。あれ？ごめんなさい、い大ま丈夫す、です。います。今、大丈夫です。落ちたんですね。すいません。ランプは無事です。初ラントのこのラジオ知らんとに、私、アッキーラが出ました。はい。みんなキラね、さん見て、画面に。よかった、鼻ほじらんくて。ほじってたんですか？そ んなことないっすよ。そんな、ね、もいやー。追放ですね、今う。度。もう、いいちぞ、ょっとやり戻しますよ、沖縄に。なんか、やっとランツさんらしさが出てきた。でも、本当ランツさん、今回、いろんな番組でもコメントありがとうございます。なんか、特番とか聞いてもらって。ね。金曜日番組やってなかったじゃないですか。そうなんです。てぃさん。そう。壊れかけのラジオが終わった時間帯に K&K さんが移動して、その枠をちょっと今、活用させていただいてます。はい。いや、それでも素晴らしいそのコメントとか、ランツさん、リスナーの皆さんのおかげで、僕たち、地域、コミュニティ、ね、ラジオは成り上がってますので、よろしくお願いします。なので、あとジブリパークもよろしくお願いします。おお、ジブリ、これはどこにあるんですか、ランツさん。長久手市です。愛知県長久手市です。長久手市。どうやって書くんですか？長久手市。長い、久しい、って書きます。長久手。このですね、ジブリパークがあった場所はですね、2005年に。あった皆さんのご記憶にはもうないと思うんですが、愛知万博、愛・地球博、愛知万博があった跡地に公園ができたんですね、それが終わった後に。で、そこの公園に、サツキとメイの家っていう家があったんですよ。今もあるんですけど。これはジブリのなんか関連で作ったとかですか？そうです。愛知万博の時に、サツキとメイ、トトロに出てくるサツキとメイの家を作ってて、で、実際に万博の時に入れたんです。それを、が残ってて、入れたんですよ、普通に。そこのあたりに、まあ、ジブリパークっていうのがあって、はい、私の大好きなトトロの猫バスがいます。めちゃめちゃすごいパワースポットじゃないですか、そこ。はい。いや、巡礼とか行きたいですね。みんなで行きましょう。でぜですひ。ね、今年の11月に、もののけ姫をテーマにした、もののけの里というのがまたできるので、はい、皆さん、愛知に来た際はジブリパークもよろしくお願いします。お願いちしなます。みかに、わいい。この猫バスは、ジブリの記念の、あ、ジブリパークの関連のイベントの時に買った猫バスです。おお。カバンになってて、よくカバンにぶら下がってます。めっちゃかわいい。はい。では、猫バス、でっかい猫バス欲しいですね。マジで。いらないです。このいらちっないちですゃいか？のに十分で。僕はもう猫バスに乗ってどこかへ行きたい。ね、愛知県に行けるかな？愛知県に来たら、まあ、シュランプにしときます。なんでですの？
ね、さあ、そんなこんなでございますが、他に何かテーマパークおすすめもはし、あります？三重県にはですね、スペインをモチーフにした伊勢志摩スペイン村、パルケ・エスパーニャというところと、あと伊勢神宮、伊勢神宮ね、有名だよね。有名です。はい、があります。伊勢神あ宮はちなみに、ランドさん行きました？と、行きます。ああ、やっぱり。行きました。行きました、やっぱり。はい。で、ノートにちゃんと印鑑をして。御朱印帳に印鑑。押して。持ってる御朱印帳が、祖母が伊勢神宮に行った時に買ってくれたものなので。素晴らしい。いや、いいなぁ。伊勢神宮、三重県、伊勢神宮と伊勢？伊勢志摩スペイン村パルケ・エスパーニそうです。スペイン村ね。有名ですよね、めちゃめちゃ。有名です。はい。行きました、ラントさん。スペイン村は。これも一人旅で行きました。素晴らしい。もう行ってるんですね。近鉄電車があるので、それで、2時間半かけて行きました、名古屋から。わあ、マジっすか。はい、この子がキャラクターでいます。おお。推しです、私の。しかも推しなんだ。推しです、チョッキです。なんか聞き覚えがあるな、チャッキー。チなんか壊れかけのラジオに出てたやつの名前ョッキ。似てる違いな。ます、これがチョッくんですジね。ャックですね。チョッキくん。チョッキビビートです。おお、チョッキビビートさん。これが、島、スペイン村にいるキャラまクター。す。はい、私の推しです。推し。いやー、なんかラントさんの推したくさんいるね。アキーラさんは推しです。僕、ラあ、アントさんがキー僕ラを推してます。推してくれてるんですか？はい、あ一りがとうござい応。ます。いや、普通に嬉しいです。イェーイ！もっと押しあ、じて。ゃあもう、次回の、ちょっとテーマを決めたいと思います。はい、行きましょう。はい、次回のテーマは、ドゥルルルルじゃん。ダン。はい、8月も終わりということで、来フ週のテーマは、フリー。リー、フリー会。なるほフリーど。トというか、ーク。リスナーさんから、なんとにこんなことをやってほしい、あんなことをやってほしい、というのを募集したいと思います。わかりちまなしみた。に、なんとはにゃんちゅうのモノマネができます。それでは行きましょいや、ちょっと待ってください。にゃんちゅうだな。ダメです、これは。ランさん、にゃ自分で笑ん。って、そう。あれ、ちょっと自分で笑っちゃダメ。にゃんちゅうだな、にゃんちゅうだな。素晴らしいっす。素晴らしいっす。やっぱね、にテレゃんとちゅか、う。そう、テレとか、恥ずかしさを捨ててください。ちゃんにゃと。んちゅうだな。はい。素晴らしい。いやー、今日まさかここでニャンチューが聞けるとは思わなかったです。にゃんちゅうさん、にゃんちゅうをお届けしました。は 待ってください、ランい。さん。最後にもうちょい言ってください。来週のテーマは何ですか？ラントにやってほしいことを、を募集します。はい。ということで、フリートークですよね。はい、フリートークです。一いや、応わフかんリートークで、ない。ね。ラントにやってほしいこそういうと、こもうと。ラントに、ぶちまけたいことは何でもいいので。はい。じゃあ皆さん忘れずによろしくお願いします。お願いしちゃって。もうニャンチはもうやってくださいというのは聞けません。ちょっとご理解、喉が痛くなるんです。潰すので。はい、よろしくお願いします。お願いはしい。ます。じ以ゃあ、上、ランポークのコーナーでした。はい。じゃあ、え、もう。いや、もうお時間もあと30秒でございます。はい。はい、今週も、皆さん、放送お付き合いくださり、誠にありがとうございました。こんなラントですが、まだまだ夏バテ気味で、毎日、毎日、ちょっと、から元気な部分もありますが、皆さん、楽しい放送を心がけているので、またメールよろしくお願いします。はい、今週もありがとうございました。次回の放送でお会いしましょう。それでは、さよなら、さよなら、バイバーイ。バイチャーイ。